ルでもトップレベルのパフォーマンス集団。今年は7月7日からハウステンポスで、しかもこういったアクアボードのフライングショーを予定している。それぐらいのプロクラスはですね、プロレベルの、パフォーマンス集団なんです。今日は隅田川水面の祭典第15回という、ね、気のいいこの第15回です。この彼らトップライダーお二人が来てきました。まずは黒子のコマちゃん、そしてレッカーのチャオちゃん、よろしく。さあ皆さん、水上バイクって水圧があるんですけど、その水圧をコースを使って彼は空を飛ぶことができるんです。さあこの水戸航空が、黒子ですけど、これからどうなっちゃうのでしょうか。それではフライングショースタートです。さあ皆さん、やはり浅草ですので、ちょっと和楽器とともに、皆さんもよければこの音楽に合わせて拍手もしてちょうだいね。さあコマちゃんがやってまいりました。皆さん、高く飛んでるこのコマちゃんと、そして後ろにそびえ立つ634メートルの武蔵、スカイツリーとともに、どうぞ皆さんお写真撮ってください。そして動画も撮っちゃってよ。まずはお一人お一人にご挨拶でございます。さあこの TD はですね、神奈川でね活動しているんですけども、さっき言ったみたいにプロパフォーマンス集団です。さあこのコマちゃんたち、まずはこの皆さんにご挨拶した後、さあ落下して、これからですよ、徐々に。さあスラロームとともに、黒子が舞う、黒子が舞う、はいこんにちは、黄金はございませんけども、さあ黒子が舞う、しかもこんなに近くで、しかもこの低空で飛ぶっていうのが意外と難しいんです。なんといっても大体高さが15メートルから20メートルぐらい高く飛べるので、それだけの長いコースを下にこうやってね、垂直にあっても絡ませないようにするというのが、これがかなり難しいんですよ。しかもあの太いコース、やっぱり絡まってしまうと1センチぐらい、それぐらいで結構ね、意外とスリリングなんです。過去にはこれね、レース大会もあったんですが、今はパフォーマンス集団ということで、チャムちゃん、そしてねコマちゃんがこのように、水面の祭典に来てくれました。そして今日はですね、この一人だけでありません。そうチャムちゃんもいるんですが、二人とも止めるし操作もできるということで、まずは前半はこのコマ、ちゃんがやっています。そしてその後にチャムちゃんも登場いたします。さあそしてこのやっぱり水しぶき、そしてあ向こうの方には入道雲も上がってますし、さあ入道雲とともに、このスカイツリーいいですね。皆さんが近くにいたらぜひ手を振ってあげてください。さあ登場してきたこの TD のお二人ですよ。おー、しぶきと、そして出ました、この15メートルから20メートルほどの高さで高く飛ぶこのコマちゃんと、そしてサモちゃんです。さあしかもこのコース、長く、しかもこれが絡まないように飛ぶというのが、これがミソなんですよ。あこんにちは、どうもこんにちは、たまには写真撮影、僕の顔も写してちょうだいねと。そんなコマちゃんで